霊感ゼロの俺が唯一味わった霊体験だ。2年ほど前の話だが、最近ようやく完結した。広島県 F 市某町にあるお札の家は地元で有名な新スポ。名前通り無数のお札が貼られた家があり、訪れたほぼ全員が奇妙な体験をする。実際に行った友人によると、家の周りだけ濃い霧が覆っとったんよ。で、冗談半分で塩を投げたら、いきなり霧が裂けたんじゃ。友人は逃げ帰ったが、お札に阻まれ家に入れない霊が周囲にうようよいるらしい。2年前のある夜、当時大学生だった俺はファミレスで食事中、ふと思い出しその話をした。この辺じゃ最強の新スポなんよ。マジ？今から行こう。他県出身の翔太は乗り気だが、林先輩と彼女の玲奈さんは顔を曇らせる。先輩たちは高校時代行ったが、怖くて車から降りれなかったという。寝込んだり帰り事故ったやつもおるらしいで。まさきビビっとるん？俺霊感あるし、もしいたら先に逃がしちゃるけ。結局強引に承諾させられた。23時過ぎ現場に到着するが、うわ、やっぱやめとく方がええんと違う？先輩たちが降りてこない。どうしたんすか？レナ気分悪いから無理やて。俺も残るわ。俺たちだけで行くことになった。お札の家へと続く暗い林道を翔太と並んで進む。あの二人絶対車でイチャつくつもりやで。戻ったら窓ガラス叩いて脅かしちゃろ。呆れて言葉もなかったが、その時前方にバリケードが現れた。近寄るとここから先 F 市保有地区により立ち入り禁止と書かれた看板が目に入る。こっからが本番ちゅうことか。有刺鉄線が張られ乗り越えられないため、一旦林を逃れ迂回することにした。有刺鉄線が途切れたところから中に侵入するが、バリケードを越えた瞬間空気が変わった。あ、そこにおるな。おお、あっちにもおるで。翔太は辺りを見回しはしゃいでいたが、俺は緊張のあまり無言で歩を進めた。しばらく行くと聞いていた通り一軒の白い家にぶつかった。おお、ここがダミーの家か。ああ、みたいやな。ここは単なる民家で、横にある上り坂の獣道を行くとお札の家にたどり着くはずだった。翔太が立ち止まり、ポケットからタバコとマッチを取り出す。ちょ待って、火つけるけ。ここもなかなか雰囲気あるな。翔太を待つ間、白い家に少し近づくと周りにチェーンが張られていた。何気なくチェーンをくぐろうとした瞬間、まさき！背後から鋭い声が飛ぶ。振り向くと翔太が目を見開きこっちを見ている。その視線が俺の背後に向けられていると気づき、背筋が凍った。走り出したいのに足が動かず、パニックに陥っていると、うわー！バカでかい雄たけびを上げ駆け出す翔太。うわー！その声のおかげで俺も我に返り、必死に翔太の後を追った。無我夢中で来た道を戻り、車へ飛び込む。どうしたんだお前ら、何があった？とにかく早く車出してください。すいません、お願いします。俺の尋常ではない怯え方を見て、林先輩が車を急発進させた。しばらく無言のドライブが続いた後、不意に背中を強く叩かれ、ぎょっとして横を見る。楽しんでもらえた？全て理解し、翔太を殴り倒したい衝動に駆られるが、安堵感の方が大きく、ただただ脱力。先輩もほっとしたのか、翔太を強く責めず、一気に空気が明るくなる。あそこで飲み物買うか。コンビニが見え、先輩がそう言った直後、車の屋根から大きな音が響き、先輩が急ブレーキを踏む。ひとまずコンビニの駐車場に入り確認するが、屋根は無傷。おかしいな、何かぶつかったよな。はあ。その時車内の翔太が震えていることに気づく。ついてきとる。しゃがれた声でそうつぶやいた。ついてきとるってなんなん、お前あれ嘘だったんと違うんか。端からやばかったんじゃ。あそこは柵を避けたのは有刺鉄線のせいじゃなく、すぐ中に霊が立っとったからなんよ。声を震わせる翔太。格好悪いので戻ろうとは言えなかったが、周囲には無数の霊がいたという。ダミーの家には何もおらんかったから、やっと安心してタバコ吸おうと思ったんじゃ。けど火つけながらお前の方を見たら、おったんよ、髪の長い女が。女はチェーンをくぐろうとしている俺を見下ろしていたという。とっさにお前呼んで逃げようとしたけど遅かった。お前が振り向いた時にはその女が背中にぴったり抱きついとった。嘘やろ。その後先輩に翔太の部屋まで送ってもらい、俺たちは布団に直行。不思議とすぐ意識が飛んだ。だが次に意識が戻ると、トイレから激しく嘔吐する声が聞こえていた。
急いでトイレに行くと、翔太が便器の前にうずくまり吐いていた。大丈夫か翔太、しっかりしろ。背中をさすりながら便器の中を見て凍りつく。血、翔太は血を吐いていたのだ。翔太の背中を泣きながら叩き叫ぶ。この野郎、ふざけんな。豆球にした電灯が風もないのにゆらゆら揺れていた。そのうち呼んでいた救急車が来て一緒に病院へ向かうが、意識のない翔太は俺の服を掴んで離さなかった。翔太が病院で治療を受けた後、医者から説明を受けた。声帯を損傷しています。普通叫んだくらいでこれほどひどくならないんですが。そのまま翔太は入院。声が出せず意思疎通は筆談だったが、あの夜のことは聞けなかった。だがある日、見舞いに行くと翔太は退院しており、そのまま音信不通に。携帯の番号も変えられ、大学も退学。その後2年間翔太に会うことはなかったが、先日サークルの後輩が翔太と同郷だと知り、思いがけずそこから突破口が開けたのだ。翔太先輩なら中学まで仲良かったし、実家も知ってます。今家に戻ってるはずですよ。マジか、無理言うけど今度の土日にお前の地元へ案内してくれへんか。ずっと気になっていたので後輩に頼み込み、俺は翔太の実家を訪れた。緊張しながら玄関のチャイムを押すと、母親が出てきてすぐ本人を呼んでくれた。いや翔太。罰が悪そうに苦笑いしながら出てきた翔太は坊主頭だったが、元気そうで泣きそうになった。あの夜何が起こったのか。翔太によると、爆睡する俺の横で朝まで気を緩めず起きていようと奴は決めたのだが、夜中に寒気を感じ布団を取ろうと押し入れを開けると、中にあの女がいた。反応する暇もなく女が翔太に重なる。そこから意識は飛び飛びで、気づくと便器に吐いていたという。本能的に異物を吐き出そうとしたんかな。だが出てくるのは血ばかりで、死を覚悟したらしい。突然退院した経緯は、声帯はほぼ完治しとるのに声が戻らん。医者には精神的なものって言われたんよ。半分狂いかけとった。女は毎晩夢に出てくるし、追い詰められ実家へ戻ると決心をしたらしい。翔太は両親に全て打ち明け、お祓いを受けるため地元の大きな寺を訪れた。ここで全部打ち明けなさい。だが住職に促され、ペンを持った瞬間、うぐ、呼吸できないほどの金縛りに襲われた。苦しみ出した翔太を見て住職たちはすぐにお祓いを始めるが、お経が響き出すと目の前が真っ暗になり、意識がプツリと途切れた。次に目を覚ますと、寺の客間に敷かれた布団に寝かされていた。気がつきましたね。強い怨念を残した霊で、つき方が普通ではありませんでした。内側から侵食していって、もう少し遅ければ危なかった。なかなか出ていかないので、こんなものを使いました。木彫りの仏様を身代わりにしたという。翔太が声を失ったのも霊の仕業だったとのことで、媒体を支配するため力が宿る声を奪った。言霊と霊は密接に関係していますから。だがもう大丈夫。栄養をとって養成すれば数日で声は戻ります。実際1週間ほどで声は戻った。しばらくして翔太は地元で働き始め、無事に今まで過ごしてきたという。連絡せず悪かったな。心配かけたくなかったけ。いや大変やったな。口ではそう言っていたが、翔太は多分全て忘れたかったのだろう。以上が俺の霊体験だが、お祓い以来翔太は霊感自体をなくしたらしいが、もしかすると身代わりの仏様に力ごとを封印されたのかもしれない。とにかく危ない場所には近づくものじゃないと肝に銘じた。俺の名前は坂本博士、北海道に住む26歳のフリーター。どうしよう、どうすればいいんだよ。絶対に助かると信じたいが、おそらく明日が俺の人生最後の日になるだろう。ことの発端は9年前のある日のこと。付き合ってください。ごめんなさい。当時まだ高校生だった俺は、好きな女の子に振られ、全てに投げやりになっていた。そんなタイミングで友達の文太と肝試しに行くことになり、あの要塞はマジでヤバいらしい、行ってみようぜ。へえ、別にいいよ。地元で有名な新スポ巡りをしたのが悲劇の始まりだった。あの日俺たちは電車に乗って函館山を目指し、おお、見るからにヤバそうじゃん。だな。午前0時半頃、たちまち岬という断崖絶壁の展望台のようなところに到着した。かつてここは異国船を監視する要所だったらしいが、今では自殺の名所になっている。よし、写真撮るぞ。ああ。吹
謹慎極まりないが、バカな俺たちはそこで記念撮影をした。するとフラッシュが光ったその瞬間、大勢の軍人が銃を構えている姿が見えた。今のって戦時中って感じだったな。文太にも見えたため、俺の目の錯覚ではない。今思うとこの時点でおとなしく解散しておけばよかったのだが、じゃあ次行くか。おい、マジかよ。失恋で自暴自棄になっていた俺は、文太を引っ張って地元で有名な赤墓という新スポを訪れた。赤墓の裏に書かれた文字を読み上げると祟られるという噂があり、天下の…やめとけって。別に死んでもいいやと思っていたバカな俺は、やけくそで全文を声に出して読み上げた。でも特に何も起こらなかったため、俺たちは大本命の要塞へと向かった。マジかよ、本当に来ちまった。地下壕には旧日本軍が使用していたかなりヤバい拷問部屋があるという。その拷問部屋に入った者は必ず死ぬという噂だが。なあ、やっぱ帰ろうぜ。今さら何言ってんだよ、行くぞ。俺たちは鎖を飛び越えて高さ160センチほどの真っ暗な防空壕の中を進んでいった。携帯のライトをつけると、そこにはえぐい量のマムシがいて、俺はそっちに気を取られていたのだが。は？防空壕に入ってから文太が一言も発していないことに、その時ふと気がついた。そして文太に声をかけようとしたその瞬間、防空壕の入り口の方から断末魔の叫び声が聞こえ、強気だった俺も急に恐怖に襲われた。とにかくどこかに身を隠そうと必死になり、近くの扉を押してみると、おい文太、ここに入るぞ。重い鉄の扉はものすごい音を立ててゆっくり開き、俺たちは無事その中へと逃げ込んだ。でもこれが大きな間違いだった。え、拷問器具五種。そう、ここは入ったら必ず死ぬと言われているあの拷問部屋だったのだ。失恋で昇進し、ついさっきまで別にいつ死んでもいいと思っていたはずなのに。そんな嘘だろ、いやだ、まだ死にたくない。急に死ぬのが怖くなって手足がガクガクと震え出す。次の瞬間、ずっと一言も発していなかった文太が突然絶叫した。うわー、痛い。文太、慌ててライトで照らすと、文太は器具を使って自分の爪を剥いでいた。今すぐ拷問部屋から出ないと、俺たちはきっと二人ともここで死ぬ。そんなドアが開かない。俺は涙と汗で顔をぐちゃぐちゃにしながら、必死になってなんとか扉をこじ開けた。しかし外へ向かって走り出した時、文太が派手に転び、文太の足の骨がすねから飛び出しているのを見た瞬間、俺は意識を失った。しばらくすると文太の叫び声で目が覚めた。ふと手元を見ると、俺はまるで文太を拷問するようにすねから飛び出た骨を引っ張っていた。すると次の瞬間、文太が痛みに耐えかねて俺の腕を木の棒でぶっ刺した。誰か助けてくれ。あまりの恐怖と痛みで俺は失禁し、文太を置いて逃げ出した。すると背後から文太が泣き叫ぶ声が聞こえたが、待ってくれ、置いてくな。でも数分経つとそれもやみ、辺りが急に静かになった。文太は死んでしまったのか。文太、悪かったよ、許してくれ文太。俺は罪悪感でいても立ってもいられずに引き返したが、どれだけ探しても文太が見つからない。するとその時、俺の携帯に文太からメッセージが届いた。お前何探してるの。え、視線を下ろすと血まみれの文太が俺の足にしがみついていた。全身からさーっと血の気が引き、再び意識が遠のいていく。ダメだ、俺はきっともうここから出られない、このままここで死ぬんだ。でも目が覚めると、俺はなぜか病院のベッドの上にいた。すると足を引きずりながら文太が病室に入ってきたが、俺の体は金縛りにあったように動かない。まだだ、まだ年が経ってない。え、どういう意味だ。夢か現実かわからないが、あまりの恐怖で俺は再び失禁した。翌朝、看護師さんに文太のことを尋ねると、あの昨日の夜俺と一緒に運ばれたやつって何号室にいますか。え、運ばれたのはあなた一人よ。文太はここに来ていないことが判明した。恐る恐る携帯で連絡してみると、いつも通り元気な文太につながった。は？防空壕で肝試し？何の話だよ、俺はずっと家にいたぞ。そんな、もう意味がわからない、俺だけが呪われたということなのか。お手上げ状態だった俺は、退院後じいちゃんに全ての出来事を話した。その文太の姿をした奴に、まだ年が経ってないって言われて、この大バカ者。すると普段は温厚なじいちゃんが泣きながら俺をぶん殴った。
話を聞くと、じいちゃんの友達も昔あそこで肝試しをしたらしく、拷問部屋に入ったらおしまいだ。9年後の同じ日に迎えが来る。え、その友達にも俺と同じようなことが起きて9年後に亡くなったという。思った通り、やはり俺は呪われていたのだ。9年後のその日は絶対に外へ出るな。何が見えても聞こえてもただ部屋でじっとしてるんだ。死者に敬意を払わず、いつ死んでもいいやなんて思った罰が下ったのだろう。たかが一度失恋をしたくらいで、俺はとんでもないことをしでかしてしまった。じいちゃん、何か助かる方法って、うん、それから数年後、じいちゃんは病気で亡くなり、相談できる人すらいなくなってしまった。そして実は明日、俺は9年後のその日を迎えてしまう。その日が刻一刻と近づくにつれ、変なものが見えるようになり、もう精神崩壊寸前だ。昨日からずっと引きこもっているが、家中あちこちで音がして、森塩はなぜか真っ黒になってしまった。いやだ、死にたくない、死にたくないよ。そしてさっきから窓を叩く音が鳴り止まない。あの噂は本当だった。じいちゃんは正しかったのだ。肝試しをした代償がこんなにも大きいとは、本当に俺は大バカ者だ。恐ろしい笑みを浮かべ、赤いドレスの裾を翻してすごいスピードで近づいてくる女。殺す。視線が合うと女の僧帽には白目がなく真っ黒だった。私の名前は藤崎香織。以前大阪の梅田で働いていた頃のこと。うわ、あの人またいる。通勤の帰り道、泉の広場でさまよう変な女をよく見かけた。小柄で髪が背中まであり、年は30前後、古いデザインの赤いドレスみたいな服をいつも着てて、つい目が行くけど普通じゃない感じが怖く、密かに観察はしても目を合わさないようにしてた。ある日の仕事帰り、広場に面した薬局で買い物し、店を出るとふと視線を感じた。顔を上げると噴水を隔て女がじっとこっちを見ている。目が悪くて遠くはぼやけてるのに、女だけは 3D みたいにくっきり見えた。目が合った途端気持ち悪くなり鳥肌が立つ。うわ、やば、何これ。自分でも思考回路謎のまま店内に戻ろうとするのに体が動かず、助けを求めようにも声すら出ない。次の瞬間、いつもフラフラ歩いてるくせに女がすごいスピードで近寄ってくる。髪を振り乱し、ドレスの裾を揺らして明らかに普通じゃない様子なのに、周囲の人たちは誰も気づいてくれない。ものすごい顔で私を見つめ笑う女。恐怖のあまりぐーっと気が遠くなる。だって目のあるところが全部黒目になっているのだ。怖い、もうダメ。そう思った瞬間、いきなり誰かに後ろからギュッと腕を掴まれた。その瞬間、体の自由が戻り、振り向くと男の人が立ってて、静かにして、口を開こうとする私を小声で遮った。呆然としていると、男の人は私の腕を掴む手にさらに力を込め、怖い顔で前を見ている。つられて男の人の視線をたどると、すぐそばに立つ女が彼を呪い殺しそうな目つきで睨みつけていた。それは陰鬱な顔で怖くて震えていたが、女はすでに私など眼中にない様子で、殺す。低い声でつぶやくと、男の人の横をぶつかるみたいに通り過ぎ、店内に消えていった。男の人は私の手をぐいぐい引き、駅構内まで来てようやく口を開いた。大丈夫か。パニクりつつうなずく私を改札まで送ってくれた。もうあそこは通るなよ。でも私仕事が。怖い顔で言われ戸惑っていると、畳みかけるように男の人が続ける。命が惜しければやめとけ。今日は運が良かっただけだ。あんたの守護さんが俺を呼んで守ってくれた。守護さんがわかる俺がたまたまそばにいた。それだけだぞ。あいつに取り殺されたくないならもう二度と通るな。守護さんって守護霊？でも女は生身の人間に見えたし。わけがわからず戸惑うが、その剣幕に気をされうなずくと、彼は幾分表情を緩め去っていった。だが翌日の昼間、警戒しながらも広場を通ってみると、女の姿などない。全てが白昼夢にも思え、恐怖心も薄れた帰り道、まだ人もたくさんいるし大丈夫よね。再び広場を通ろうとしたが甘かった。広場に続く階段を途中まで降りると、赤い服の女がしっかりいた。下から3段目くらいの階段右の端っこに背中をこっちに向け座っていたのだ。
嘘、待ち伏せ。反射的にそう思い、背筋が凍りつく。広場をうろつく姿はよく見たが、階段に座ってたことなど一度もなかった。幻覚じゃないよね。とにかく逃げなきゃ。次の瞬間、操り人形みたいにゆらーっと立ち上がる女。こっち向く。慌てて階段を駆け上がり、後ろを振り返ることなく走った。よかった、動ける。神様、ありがとう。その時、体が動くことに結構本気で感謝した。そしてその一件以降、広場には近づいていない。当時の仕事を辞める少し前、あの道を通る同僚に尋ねたことがある。泉の広場に赤い服着た女の人いるよね。え、知らない。ああ、あの不気味な人ね。怖いし視界に入らないようにしてる。その後、見える方の同僚がこっそり教えてくれたことによると、昔ね、あきちゃんって赤い服を着た夜の女性があの辺にいたんだって。売れっ子で気の強い美人だが、敵も多く落ちぶれそうなタイプだった。案の定、商売敵にはめられ、悪い男に手玉に取られるが。どういうこと？私を捨てる気？ざまあないね。こいつに頼まれたんだよ。私を捨てる気？プライドゆえ、女は騙されたと認められない。そのうち、女は精神に異常をきたし、また私のこと騙したの？殺してやる！ある時、広場で彼女と待ち合わせしていた別人に襲いかかった。こら、やめないか。取り押さえられ、厳重注意を受けた。だが、その後も噴水のそばに座る恋人たちを刺すような眼差しで睨んでいたという。噴水座れなくなったのも、その女がやってこないようにらしい。気味悪い話だが、あの女は生身の人間なのか亡霊なのか。結局2ヶ月後、仕事を辞めるまで私は一度も泉の広場を通らなかった。あの男の人の名前聞いとけばよかった。未だあの女の人が何だったのかわからないし、助けてくれた男の人も謎のまま。時は流れ、周辺の大改装に伴い、泉の広場の噴水は撤去された。いい加減、もう大丈夫だよね。あの体験以降、遠回りしても近寄ってなかったが、広場に面した店に所用があり、通ってみることに。人通りも多く、明るい雰囲気の広場にほっとしつつ歩みを進めていると、雑踏の中、赤いドレスの後ろ姿が視界に飛び込んできた。やばっ。ゆっくり振り向く女、目が合った途端、金縛りに遭う。誰か助けて、お願い。ありえない速度で近づいてくる女に誰も気づかない。女が私の目の前に立ち、真っ黒な目で私を見つめ、耳元で囁いた。あの時、殺すって言ったよね。泉の広場の赤い服の女、このスレ見ててなんか違和感あったけど、これってやっぱあれだよな。思い出してしまい、すげえモヤモヤ。最近近所に住む幼馴染の女友達が急逝して葬式に行ったんだけど、弔問者に渡される回想御礼の品についてた挨拶状の住所、あの女が言ってた住所だよな。少し前、夜近所を散歩しながらいつものようにタバコを吸ってた時、見かけない女と遭遇した。すれ違いざま女が俺を呼び止め、 A 町の4丁目22番地はどこですか？あっちの方だと思うけど、ごめんなさい、番地まではちょっと。って濁しておいたんだけど、その女の服赤かったんだよね。その数日後、幼なじみの訃報が届いて葬式に行ったんだが、 A 町4丁目22番地だよな。これって偶然なのか？挨拶状に書かれた住所を見ながら、背筋に寒いものを感じている。私の名前はジョージ。夏休み前なのに今日も大盛況だな。ありがたいことです。アメリカ・オハイオ州の某人気遊園地で管理者として働いている。同僚は私の息子世代の若者が多いが。すごいじゃないか、ウィル、また優秀社員賞を取ったのか。たまたまですよ。皆若いのにとてもしっかりしていて、彼らから学ばされることばかりだ。家族連れやカップル、若者たちの笑顔と笑い声であふれるこの遊園地。あ、で、はい、どうぞ。ありがとう。しかしある日、突然この夢の国を恐ろしい悪夢が襲ったのだ。1991年6月、ブラックサンデーだって。おいおい、ビビってんじゃねえの。暗黒の日曜日というホラー風のイベントが行われた日曜の夜に事件は起こった。何のトラブルもなく、閉園まで1時間を切った午後9時過ぎ。あれ、バックバック、捕まれ。ったく、立ち入り禁止エリアで一体何をやってるんだ。ウィルと私はフェンスを越えて池に入っている若者2人を発見した。
しかしよく見るとどうも様子がおかしいのだ。大丈夫か？助けてくれ。どうしても出られないんだ。若者一人が池で溺れ、友人らしき青年がそれを助けようとしているようだった。しかしその光景は私の目にはとても奇妙に映った。どういうことだ？あんな浅い池で大人が溺れるはずが。ビルはためらうことなく柵を越えて若者の救助に向かったが、次の瞬間まばゆい閃光が走り、池に入ったウィルもろとも激しく痙攣しだしたのだ。はい、大丈夫。何が起こったというのだ。私は目の前で起こった出来事が理解できず激しく狼狽した。何らかの理由で池に電気が漏電し、水中に電流が流れていたらしく、緊急事態発生、至急ドクターヘリを。池の中で感電した3人は皆意識不明の重体に陥った。しかしこの事故が起こるほんの数時間前、私は何の問題もなく池に入っている。だがこんなところにポイ捨てして。その時池には何の異変もなかったのだ。すぐにドクターヘリが到着し、3人を乗せて離陸した直後、飛行島で大事故発生、ドクターヘリを要請します。なんだって？息をつく間もなく園内でまた別の事故が起こったのだ。慌てて飛行島まで駆けつけた私は自分の目を疑った。これはアトラクションから落下した女性が血まみれになって地面に横たわっていたのだ。話によると怪我人の女性は友人と3人で遊園地に来ていたらしく。ねえ、次はあれに乗ろうよ。懐かしい、子供の頃好きだったんだ。2人乗りの飛行島に1人で乗車したそうだ。ほんの数分間空中を回りながら上下するだけで激しい動きは一切ないが、女性は途中で突然意識を失い、席から滑り落ちて20メートル下の地面に激突したという。この事故もまた私の目には非常に不可解に映った。こんな子供向けの飛行島で一体なぜ？ジェットコースターと違って空中のメリーゴーランドと呼ばれるほど穏やかな乗り物だからだ。その上アトラクションには膝だけでなく肩の部分にも安全バーがついている。事故が起こって緊急停止した際も女性の席の安全バーはしっかりと降りていたというのだ。100歩譲って子供なら安全バーをすり抜けて落下することも起こり得るかもしれないが、皆さん落ち着いてください。身長165センチほどの成人女性が滑り落ちるなんてどう考えても不可解だ。すぐにもう一台のドクターヘリが駆けつけ、女性は緊急搬送されたが、この遊園地は一体どうなってるんだ？搬送先の病院ですぐに死亡が確認された。それとほぼ同時に池で感電したウィルと救助に向かった友人男性の訃報も届き、先ほど死亡が確認されたそうです。そんな。ウィルは20歳、男性は22歳という若さでこの世を去った。皮肉なことに最初に池に入って溺れた若者だけが一命を取り留めたそうだが、わからない、一体なんでこんなことに。彼が立ち入り禁止の池に入った理由は不明らしい。その後すぐに池のポンプの漏電を調べたものの異常は見つからず。おかしいですね。詳しく調べる必要がありそうだな。事故原因追及のためさらなる捜査が行われることとなった。今まで何のトラブルもなかったアトラクションで起きた死亡事故と池での謎の感電死、なんだこの王冠は。同じ遊園地で1日に3人も死者が出るなんてどう考えても普通じゃない。楽しい遊園地が一転、まさに言葉通り暗黒の日曜日と化し、気味の悪い遊園地だぜ。早く帰りましょう。この事故以来呪われた遊園地と呼ばれるようになってしまった。言い忘れていたが、実はもう一つ不可解な点がある。なんだあれ。事故当日園内で不気味な少女を見たという目撃証言が多数寄せられていたのだ。そのことを聞いた瞬間、私の全身を凍えるような悪感が走った。まさか。そう、私にはその少女に心当たりがあった。10年ほど前の今日、この遊園地で目を覆うほど凄惨な事故が起きた。整備不良によりジェットコースターが脱線、乗客もろとも地面に叩きつけられたのだ。まだスタッフの一人に過ぎなかった私は事故現場へ直行。そこで見たのは、犠牲になった乗客たちの見るも無残な姿、特にその中の少女が私の脳裏に焼き付いて離れなかった。あれから10年、私は管理者となり二度と事故を起こさぬよう努めてきたつもりだが、あの日亡くなった亡霊たちの怒りが呪いとなり、この遊園地に災いを起こしていたのだろうか。
福岡県の久山町と宮若の境にある犬鳴峠を知っているだろうか。本当にそんな村あるの？この辺にあるって噂なんだよ。その犬鳴峠の周辺には犬鳴村と呼ばれる地図には載っていない村があると言われている。犬鳴村はかつて伝染病の患者が集められた隔離集落だったという過去があり。見ろよ、ここじゃないか。嘘。村の入り口にはこの先日本国憲法は通用せずと書かれた看板が立てられている。江戸時代からひどい差別を受けていたため村は閉ざされ、村人は日本語ではなく独自の言語を話し、ちょっとあれ、集落内で近親婚を繰り返したため犬鳴村の村人は特異体質があって異常に足が速いらしい。外部の人間が村に侵入すると斧を持った村人に追いかけられて惨殺され、村の入り口にある小屋には殺害された侵入者の死体が山積みにされているというのだ。この犬鳴村に入ってしまったら最後、二度と生きて村を出ることはできないと言われているが、ここまではあくまでも犬鳴村に関する都市伝説や噂レベルの話で、真偽のほどは定かではない。しかしその犬鳴村の近くにある旧犬鳴トンネルでは実際に恐ろしい事件が起こった過去がある。1988年12月、当時20歳だった地元の男性が集団リンチされ、体に火をつけられて焼死しているのだ。そしてさらにショッキングなことに逮捕された犯人は15歳から19歳と全員が未成年で。本気は何だ？あいつが車をよこさなかったから。過去に窃盗や恐喝で何度も逮捕歴のある非行少年5人組だったのだ。その不良グループのリーダー格の少年は当時知人から奪った軽トラを塗り回していたのだが、もうちょい格好のつく車ねえかな。事件当日デートの約束があったため、どうにかして別の車を手に入れようと考えていた。そんな時、運悪く彼らの前を被害者の男性が通りかかってしまう。おい見ろよ、俺決めた、あの車にする。不良グループのリーダーの少年と被害男性は地元が同じで幼い頃からの顔見知りだったのだ。実は被害者の男性は軽度の知的障害を持っており。よぉサトル、お前サトルのくせにいい車に乗ってんじゃねえか。リーダーの少年は彼からなら簡単に車を奪えると考えたのだ。被害男性は当時母と祖母との3人暮らしで、行ってきます。行ってらっしゃい、気をつけてね。知的障害があることで将来を心配されていたものの、高校を卒業後工場に就職して一生懸命働いていた。稼いだ給料のほとんどを母と祖母に渡し、二人をよく車に乗せて買い物に行っていた高校息子で、母さん今月の生活費。いつもありがとう。家族思いの心優しい青年だったが、その反面極端に気が弱かった。そんな彼の性格や知的障害を知った上でリーダーの少年は彼を標的にしたのだが、俺にこの車貸してくれよな。いいだろ。ごめん、この車だけは貸せない。驚いたことに男性は車を貸すことを拒んだのだ。というのもその車は母と祖母が貯金を切り崩して就職祝いに買ってくれたもので。就職おめでとう、こんなに立派になって。母さんばあちゃんありがとう。被害者男性にとってとても大切なものだったのだ。少年たちに車を貸せば二度と帰ってこないと知っていた男性が勇気を振り絞って拒否すると、てめえ俺に逆らうとどうなるか分かってんのか。デートの時間が迫っている焦りと拒否された悔しさでリーダーの少年がブチギレた。少年たちは被害男性の車に乗り込み、車内で暴行を加えて車ごと拉致し、俺が女に会ってる間ちゃんとこいつを見張っとけよ。はい。リーダーの少年は奪った車で深夜遅くまで女とデートを楽しんだ。その間被害男性は不良グループのメンバーの家に監禁されていたのだが、今のうちに逃げないと。午前2時頃、見張りの少年が寝入った隙を見計らって監禁場所から逃げ出した。しかししばらくするとデートを終えたリーダーの少年が家に戻り、てめえちゃんと見張ってろって言ってたろ。すいません。すぐに追っ手が来て監禁場所から2キロ離れた路上で男性は再び捕まった。男性は逃走したせいで凄まじい集団リンチを受け、おいちょっとやりすぎじゃ、お前らも共犯だ、警察にチクられる前にやるぞ。再び逮捕されるのを恐れた彼らは口封じに男性を殺害することに決め、車で海へと向かった。少年たちは被害男性の口に火のついたタバコを投げ込み、骨が露出するまで暴行を繰り返したが、やべ船が来た。海に突き落とす寸前で殺害を中止し、再び男性をトランクに乗せて場所を移動した。
その道中で少年たちは恐ろしい殺害方法を思いつく。ダムで突き落とすのはどうだ。いや、燃やせばいろいろ証拠隠滅できるだろう。そして翌午前8時頃、彼らは計画を実行するためガソリンスタンドに立ち寄った。店員にバイクがガス欠になったと嘘をついて空のペットボトルにガソリンを入れ、サトル聞こえるか、もうすぐ楽にしてやるからな。かわいそうだって。人通りがほとんどない旧犬鳴トンネルへ向かった。車のトランクを開けて男性を引きずり出すと、すぐに少年の一人がガソリンをかけたが、少年たちが断末魔の叫び声にひるんだ一瞬の隙をつき、男性は逃げ出すことに成功した。しかし一旦は逃げることができたものの、男性は生還できるチャンスを再び失ってしまう。サトル、悪かったよ。何もしないからもう出てこいな。体力の限界を迎えた男性は少年たちの嘘を信じて姿を現してしまったのだ。少年たちは道路に正座して命乞いをする男性に残ったガソリンを全てかけ、普通あれで出てくるが、お前って本当バカだな。俺が助けて。火のついたティッシュを投げ込むと男性は一瞬で炎に包まれた。しかしガソリンが少量だったためすぐに絶命することはなく、男性はじわじわと焼かれ、遺体発見時には火だるまになった被害男性が数百メートルものたうち回った形跡が見つかった。こんな恐ろしい犯行を犯した後、少年たちは被害者の車で飲みに出かけており、お前を殺人容疑で逮捕する。その後も血痕がついた被害者の車を使い続け、それが証拠となってあっけなく逮捕されたのだ。彼らは未成年だという理由で大した刑にはならないだろうと高をくくっていたが、被害者には何の落ち度もなく、犯行の動機は身勝手で、あまりにも残忍な犯行にリーダー格の少年には無期懲役の判決が下された。トンネル工事で関係者が死亡したことなどから、もともと心霊スポットとして知られていた旧犬鳴トンネルだが、なんか寒っ、このトンネルマジで出るらしいからな。この事件でさらに有名になり、肝試しに行く人が続出した。すると1992年には犬鳴峠へ肝試しに行った10人の若者たちの車が電柱に衝突する事故を起こし、2001年には同じく肝試しに行った5人組がトラックと接触事故を起こし、4人が死亡している。実は旧犬鳴トンネルの近くにあるダムでも過去に何度も殺人事件が起こっており、2000年には犬鳴ダムで女性の白骨死体が発見されたこともあり、土地自体が呪われているのではないかという説も出た。地図に載っていない犬鳴村の話については伝説レベルの話が多く、真偽も不明だが、サトル、旧犬鳴トンネルで起こった集団リンチ傷殺事件はフィクションでも何でもなく現実に起こったことなのだ。ちなみに問題の旧犬鳴トンネルは完全に封鎖され、現在は侵入禁止となっている。お、ここだここ。やだ、めっちゃ不気味。心霊現象など様々な噂話が飛び交っているが、決して面白半分で訪れていい場所ではない。